はい、8時半のミルクです。なんですが、ちょっと、でもちょっとなんかお腹、へっこんできたと。ちょっと飲みが悪いので、ちょっと飲み悪いようだったら、ちょっと途中で、動画には撮れないんですけど、ママさんと二人がかりで、処理をしようかなと思います。出そうかな、とりあえずちょっと飲んでみようか。はいはい、こんにちは。もうおしっこだって、そうなったらおしっこ、おしっこ、そうなったらおしっこが出なくなっちゃうんですよね。出る。おしっこは出ますけど。すぐに。そうだな。こっち。ね、かっちゃんミルク飲んでないからね、全然ね、うまいくらまた乱暴な扱いもないくらいくらいちょっと慣れたごちゃごちゃになっちゃう。ナイ君どうしていいか分かんないね。ナイ君もかわいいの、かわいいの、そうそう、うん、でこっちはこっちでこんなことしてます。あと少しです。もう結構です、やめて。お姉ちゃん、お姉ちゃん、あそこ、ドタバタしてましたけど、5g 飲みましたね。ちょっとお腹張ってきちゃったね、またね。今に食べて出てるんだから。目は本当ブル、あ、もう確実にブルーアイですね。
唇うんこもなくてですね、どうしたものかな。しまいです。はい、はい、どうも。しまいでしょう。で、ここで深く寝ちゃうから、あくちゃん9時だから6時だから3時だね。3時だと9時か、2時半だ、2時だ、2時だ。よし、起きようか。じゃあ寝ちてくれちゃうよ。じゃあ寝ちてくれちゃうよ。なんかシュッとかするんだよな。真ん中の斑点が茶色いのがですね、浮いてきましたね。ちょっと少なめにあげるようにしてます。よし、目は完全に見えてきてますね。もう目で物を追います。で、指ちゃぶりもします。甘がみもしますね。今日朝ですね、爪切りしてあげようと思います。で、この絆創膏は昨日、あれにやられたとこですね、パピちゃんにやられたとこです。何さん、何一回に、はい、もうちょっとおしっこです。ちょっと待ってよ。はい、またね、ちっこまね、おるちておるちて、おるちて、あたちおるちて、で、待ちや、はい、じゃあおろしてあげましょう。よいしょと、よし、はい、まあ、次は、まあ、8時ですね。はい、ちょっと休みね。うたた寝ちゃいました。4時半です。あら、神様、神様がいる、神様も。あら、こんにちは。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おい、おはよう、神様。はい、行きます。ちょうど4時半ですね。キッキー、あの猫です。なんで猫ちゃんになっちゃったもう右と左ちょっと目薬をちょっと変えてます。左の方はもう炎症を止めるために抗生剤の方で、右の、まあ、白濁してる方は白濁が消えていくようにウイルス対応のウイルスも養生する目薬ですね。あの煙よく食べています。もう買っちゃうね。よいしょ。あら、どこ行った。よいしょ、あくちゃん、あくちゃん来た、来た、あくちゃん。キキさんが一番最初言ってたのね。
よいしょ。はい、どうぞ。小さん来たね。あたち、たち、あたちもちゃんと食べてもね、大きいもんね、あたしね。はい、小さんたちのグレムリンの朝ごはんです。はい、これで。出ませんよ、パピちゃん、せっかく帰っちゃう。はい、こちら。はい、ポコも帰っておいで。ああ、ああ、ちって。パピ、出ないよ。よいしょ。今日はいっぱい結構いるな。はい、おはようございます。9月14日。木曜日になります。ママさん今日休みの予定だったんですけど、ちょっと変更になって土曜日が休みになりました。特にちょっと朝4時があって外に、猫の朝が終わったらですね、買い物の前にちょっとそれ出なきゃいけないんですけど、はいはいはい、スタートから、はい、こっちでこっちで食べてください。こっちで、はい。このお皿ザラザラのシーンから始まるのが本当に一番まとまりがいいんですけど、どうしても、ミルクはやっぱり記録しておきたいのがあってですね、なかなかそうもいかない。いつになったらここから始められるのかなっていうんですけど、もう今日はボンちゃん食事に参戦です。ミミちゃんはあっちで待機してますね。はい、タラさんミミです。もうパピはまた外出ようとして、あ、そうだ、パピフロントラインしなきゃダメだ。フロントラインをしておけば、まあ、そんなに焦る必要もないですよ。まあ、パピは場所を出てたいのであれば、もうフロントラインをして探検隊に入れようかなとも考えます。少し欲しいんじゃない。今来たばっかりなのにな。はいはいはい、ちょもうこっちだ。なんで人が食べてるのを始めるかな。はいはいはい、はい、どうぞ。なんかね、さ、ご飯を食べるところのおしっこするんですよね、知らない間に。よいしょ、困っちゃうな。あれ、ゆうちゃん、あれ、ゆうちゃんいなくなってた。ゆうちゃん、何やってんの。ゆうちゃんがちっちゃい。ゆうちゃん、おいでよ。ゆうちゃんのご飯は、ゆうちゃんがここに置いておいて、あーちゃんが猫、なんで人のを取るんだって。もあれ、あーんとも嫌だね。ゆうちゃんおいでよ。ゆうちゃん、ゆうちゃんいたのに、なんで落ちちゃったのかな。来た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 、ゆうちゃんおいで。二段目おいでよ。なんで食べたじゃん。今日は最前列揃い組ですね。おかしいね、あたし。後ろで揉めております。はいはい、翔くんからだよ。ああ、落とすなよ、お前ら。で、また、こっちの上ありついたっけ。
入り口ですか。ゆうちゃんも使わない。使わない。しょうくん、しょうくんどうしちゃったの。パックに。こっちおいで。はい、ののみちゃん、ののみちゃん、はい、ぽこちゃん、ぬこちゃん、ジローくんじゃないや、こちらじゃない、ジローとノラオと、なんで抑えてんだよ、ゴロちゃん、よし、ゴロちゃん、はい、ゆうちゃんさっき椅子の上でカリカリを食べました。はい、パピちゃん、タロちゃん、はい、はい、スタート。はい、行ってきます、しますよ。はい、行ってらっしゃい。なんちゃんもいいよって。なんちゃんね、尻尾しか入らないんだよ。来た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 。大丈夫、これ。あっちもいいよ。食べて。いいですよ。皆さん、
はい、おはよう。あれ。散歩です。朝方降ったんで、ムーッとして、このエアコン全然効かなくてですね、確かに暑いんですけど、ちょっと変えなきゃダメかなっていう感じですよね。いたたたたたたって感じですけど、まあ自分たちだけならいいんですけど、猫たちがいるので、ちょっともう2サイズぐらいでかいのにしないとダメだな。もう歩くいましたね。こっちから来る？今の藪の中抜けていくの？おいで、お散歩行こう、散歩。はい、落ちた、落ちた、落ちた。あ、またあっちが降ってますね。自分で嬉しくなっちゃうよ。